度バッキオちゃんです。えー、レプチンさんが来ましたね、今ね。この内藤さんってやつこれプロフィール見たら彼なんすよ。<laughs> ちょっとね <laughs>、あのー、ちょうどよかった。俺ね、フォグウィスパラが死ぬほど嫌いでね。ま簡単に言えば運営の犬ってことじゃないですか。攻めた内容のことしとったら公認実況者なんか絶対になられへんのよ。つまり良くも悪くも普通の人ってことよね。刺激のない量産型。まあええと思いますよ。 人に媚びて得られる栄光なんて俺は欲しいと思いませんので。ちゅうわけでも始まっちゃいますね。まあ今日は私がこのワンコちゃんをね、調教、そしてまあできれば虚勢までしてやれたらなと思うんですけどね。うん、<laughs> はい、よろしくお願いします。うわ、沼かよまあ俺のこのカエルスキンはここによう合うけどさ、このマップ何がやばいって、この四方にね、しっかりと京ポジがあるんよ。で、その京ポジも、あの一番でかい固有と、あと桟橋側。 そこは特にね、板吐かしてもしんどいんよ。で、俺の3倍やっとるこのハゲがそれを知らんわけがない。まずここね、この固有ね、ここね、板普通にあるし、板吐かしてもしんどいんよ。もうしゃがんでるだけでほんまに見えへんし。まあ、ちらっと今見ては回ってんねんけど、どうなんやろおる、うんかなおらないのかなまあ、多分ん湧いてはないと思うな、こっち側には。もうちょっと今でも見すぎたぐらい、ちょっと。ちょっと今でも見すぎたぐらい。で、この桟橋側、この左のここね、ここがやばいんよ。で、ここに今いましたこいつ一発切れるな。 こいつはレプチンじゃない方のフェンフェンミンミンか。まあ一発切ってこのままリリースですね。こんなやつ追ってられへんので。守りたいのはここじゃないんでね。ああ、でもここが一番でも固まっちゃってんのよな。3点近いの。こっち側なんよな。それがまたしんどいんよね。まあとりあえず、イラク、迫害。迫害びっくりしよったね。まあ一発目はね、まあ決まることがまあまああるんですよ。で、このジ g こいつも切れるの。こいつも。 一発切ってでその後いくら貯めてリリースですねでこの距離感やったらね板一枚使わせられるかなどうなんやろうねこれはねうまいやつでもここははかざるを得ないよねここはまあ強ポジではあるけど板がなくなればまあ戦える場所なんよねだからまあ板一枚はかせられたのかなりでかいですねでここ蹴って隠ればなしでこのままいますその先今レプチンが逃げた先っていうのはまあ強ポジではあんねんけどそんなめっちゃ強い場所ではないんで板 使うタイプ、まあ、自己料理はマシやからね堅実なやり方と言えるでしょで板今ちょい注意せんなあかんのが板しっかり当ててきたでしょあの距離感あれ狙ってやってるなら相当やってるやつやからなおさら追えませんねでもこいつはねああ今美味しいの入ったねこいつは別に弱いわけじゃないんだけど他のやつもね今あのレベッカまだチェイスしてんけどねまあ別に 普通以上の動きかなっていう感じっすよねただここの強ポジがそんなめちゃめちゃ強ポジじゃないっていうのと相手が俺やからこんなに、まあ、敵が今ダウンバンバン取られてますけどもこの他のサバイバーどもも決して油断できる相手ではありませんで今ちょっと発電機の位置見直したらこの辺りの3点がまあ無難かなっていう感じですねただ、うん、結構発電意識はそこそこあるんよね言、うん、いましたね やっぱこの草むらこれレベッカーお前1回目やからなどうやな俺俺の隠れ話にこれで気づくかなあいつが微妙なラインでこっちに逃げたか、うん、でこっちもちゃんと触るよね引き継いでんのよねちゃんとどこを取るべきかちゃんと考えとんのよねこ,れこのシルエットはあいつやな、うん、とりあえずこれで試させてもらいましたでこんなん絶対追いません絶対追っちゃいけません 中級者以上の方なら今おっちゃいけない理由が分かってくれると思うんですがまずこの発電機この辺固めてるっていうのと GG が「あいますねじゃあこいつ板履かせるかダウン取るかどっちでもええけどこれちょっと見といてねコツは外回りから内側に鬼の猛進であの壁沿いに走っとったらあの敵は旋回しやすいから外回りから外回りから内側にやったら狭い場って急に180を旋回はできへんから。 外側から壁沿いに追い詰めてそのまま芝いてワンパン決めるっていう。で、もう一つポイント、これ今、事実ったこのばこういう場所ね、こういう細々した迷路状の場所、こういう場所はあの鬼のワンパンはかなり難しいです。多分後でどっかでこういう場所でチェイスせざるを得ない場面が出てくると思いますけど、それがね、もう慣れとるやつ相手やつだったら、まあ結構当てるのがしんどいです。まあナースと一緒ですね。で、まああのじじいをここからちょっと監視しながら、このあた、うわー バッチリなタイミングで救助来ましたね。とりあえずこれを蹴って、蹴る時間ねえな。うん。蹴るより切った方がええかな、今はちょっと微妙なラインやけど。うん、もう溜まるからね。で、これ溜めたやつで、また別のやつダウンを取りたいねんけど、まあこいつをね、こいつ一回釣ったよね、確か。ただ、あ,あそこもう最強ポジ入られたから。あ、このレベッカでいいわ。もうとりあえず、もうスナック感覚でこういうお手軽にね。 行けそうなやつを狙っていく方がでこいつこっちちゃんとチラ見しとるでしょそういうやつは旋回するんですよはいでも間に合わんかったなあそこはできれば守りたかったんけどまあしばらく見に行けてなかったからまあしゃあないよねああもう釣り一適当ではこいつ1回目やしうーんこういうまだ守れるかなどうなんやろあーグリフちょっと行くかグリフ見えたよ今もううっとうしフォルクくそみたいなこ,このこのこのやめてくれへんかなアーカイブほんまに で、このパープルグリフもね、十分打ってほしいんだけどね、あのオレンジグリフやったっけなんかその、最初スポーンした瞬間になんか取らされて、なんかその後ずっとキラーが耳聞こえへんとか、なんかそういうなんか障害者になるやつさ、あれほんまにバカなんかな、考えたやつ。なんか蹴るのうなったりするやつとかもあったよね。ありえへんよな。キラーはね、ほんまにね、働くシングルマザー並みに忙しいんですよ。グリフなんかちょめちょめしてる時間どこにあるねん、ボケほんまに。で、今、キャンプ地点離れてじい折った理由は、このままあのワンパンモード発動して、すぐに戻るためです。 消えるか無理でしたこんだけ草ぼうぼうやとね、このフックとサバイバーを見間違えるんですよね。で、あいつそれ知ってんのかなただまあ、さすがにこれ、猛進が切れるまでに一人もダウン取れないなんてことは、この開けた場所やと100%ないんで。 まあ、とりあえずこいつ2回目やね。おいしいね。ちょっとどこに釣ろうかなって話なので、でも、地下が向こう側やからさ、地下こっち側やったらもうこの時点でもうほぼ勝利確定しちゃってんねんけど、まあそうはマシューが許さねえって感じよね。でも、まあ、こいつ2回目やからこのままキャンプで潰せたらええねんけど、あー、アーカイブ見えてもうた。こいつらね、救助のタイミングでも結構わかっとるしね、基本は全然できとるんよね。ま、ランクもそこそこのやつやったでしょ。 だからね、ちょっとここは、恵まれてるな、まあ。恵みほんましんどいよね。まあ、今度弱体が狂い言うても、その分こっちのパーク弱なってるんでね。キラーの遅延パーク。来ましたね。これはちょっと今、鬼の盲信発動するべきじゃなかったかもしれない。ここ、触ってくれてないね。触ってたらね、隠れ場なしで。あ、ここでええわ。隠れ場なしはこういう時のリカバリーに使えるんですよね。オーラ見えるから。 で、この鬼の申し発動したら、ギリこれ、間に合うんで。えー、じゃあ、このじじい、どこ釣ろうかなこいつは一回だけ釣ったんやったっけとりあえず、そこの、えー、っと、最初にこいつに板を剥かした、ここやね。ここのフックに釣って、えー、っと、真ん中とあの、超強い固有を、できればちょっと見て回りたいですね。固有までは見られへんかな。うん、ここはでも蹴れるかな うん、ちょっともうイラップも白銀をも待ってられへんので、今もう蹴ります。隠れ話でとりあえず、あー来てたか。今蹴って正解やな。でもこれ待ってたらもっといえとこまで逃げられとったからね。で、プランとしてはさっきのジジイを追いたいねんけど、でもあいつはもうあの最強ポジションに逃げちゃったんで、こいつをこのまま追います。で、こいつを追ってこの、今、今、ジジーとっ,った場所が一番いいツリーチなんで、こいつをこのままダウン取ります。こいつまだ2回目よね、でも。リーチは今、ジジイだけか。ちょっとはとりあえずここ。ああ、まあ、もう一発ぐらいなら全然。回転切りやね、次は。 旋回さばには基本回転切りが当たるんですが、まあそれも完璧じゃないからね。今もちょっとギリギリやって、とりあえずまここ釣ってこいつ二回目ですよね。はい、もうなもう誰なんかやつったかこれ、わからせろほんまに嫌がらせでしかないからねこれ運営のほんまエグニョジョほんま。 だかね、前も言ったけどね、嫌いに考えることを増やさせてんのよ。ほんまも意地悪やねん、運営さんね、ほんま。で、この固有はね、しばらくね、見に来てなかったんで、ちょっと、一回だけ蹴っときます。うん。多分これ、迫害なかったらもっと回っとったと思う。マジで迫害入れろ、ほんまに。迫害はね、マジでみんな思ってる。ほら、今、ボン来ました。えたまにマヌケがこうやって引っかかんねん。誰やろな、ちょっと見になこうこでレプチンやったらおもろいな。<laughs> まあ一回蹴って、様子見て、今釣ってるやつのとこに戻るのが一番無難よね。蹴って、まあ隠れ話で、いまあ まあ幸いなことにディストーション入ってんあこれレプチンやな <laughs> お前やったか板まで吐いてくれてありがとうございますただこの救助タイミング見てマジでもうほんまこいつらやっぱ全員基本できてんのよムカつくわほんまただそろそろ1人削れるよねこの辺板も結構剥がしてるしでお前リーチやったな死んでくれまあイラップ弱なったとはいえねまあ入らんよりははるかにマシなんでね今入ったとこちょっと どうやろうな蹴る時間ぐらいあると思うねんだけどな。こいつ潰して今、ボーンになったとこを見に行きたいですね。レプチンが回しとったとこ行って、蹴って、で、あいつはな、でも絶対今日ポジに逃げるから、追えるかって言われたら微妙なんやな、ね。で、この小屋板をね、壊すために今こっち来ました。ここはもう絶対壊したからダメなんで。うん。フェンミン、あの最強ポジ行っとるな。向こうまだ回ってない発電機あんねんけど、あの位置はね、もう守れません。 他のとこもまあ近いとは言われへんねんけどまああの桟橋のとこはほんまに守れませんもんいくらが要さん落ちとんのよなこれこの試合あんまりいくら集めてへんよね、まあ、結構切れてるからってことなんやけどえー、っとっていうかレプチン全然釣り交換参加してなくないあいつええんかこんなんでお前あいつ一回も釣られてへんからもうちょっとなんか危険な動きしたった方がええやろ他の仲間のためによ まあ、鬼相手にタゲ取りってちょっと難しいけどさ、それにしても釣られなさすぎよ、彼は。もうちょっと出てこんなあかんでしょ。残りのこいつらにばっかりこのチェイス任せて。で、あ、この距離はダウンかいたかどっちかいける。ダウンの方でした。うん、まあどっちでもよかったんやけど、まあこれの方がええか。死ぬからな、こいつ。こいつもリーチあったよね。まあフックの温存とか俺はもう最初から考えてません。俺はもうパイズリ放置で殺すのも全然ええかなと思ってる人なんで。 まあとりあえずここでまあこれこのフックのここの位置のフックは結構まあ重要なんですけどもうどっちにしろもう勝ちなんでこれ残りに2台で無理でしょあー蹴ってかれそろそろグリフ行くかじじおったなまたじじの前ちょっとグリフ取っとくかこれでクリアやったからほんまめんどくさいわもう普通にプレイしとってトントントンと取れるアーカイブ側手は好きでんねんほんまにムカつくわあれボケ老人徘徊してるやんお前どないしたん んんんここのいいいさももとんでもない距離を歩ててきはってんでこれあっれ俺昔さ俺天王寺でボケ老人助けたことあってさあのもう明らかおかしいんよ格好がもうなんかパジャマで裸足でなんかもう歩いてはるじいさんおって「おじいちゃんどないしたんどっから来たん?」って聞いたら「徳庵から来ましたね」 言うよんのよ。徳安ってあの、東大阪の端っこにあるんよね。で、天王寺から徳安って、俺、後から調べてんけど、15キロぐらいあんのよ。15キロ裸足で歩いてきてんのよ。夜やったとはいえさ、あの、その距離歩いてきとったら絶対誰か声かけるはずやねん。でも誰も声をかけた。だから俺、フォグウィスパラ嫌いやねん。何が公認実況者じゃボケおめ金と数字のことしか考えてん、クソ野郎どもがよ。今日ポジでも何でもチェイスしとるからよ、出てこいや。おったなお前。 さてと今から皆さんにねちょっと悪い例を見せることになると思います。ここめちゃめちゃ強い強ポジでしかもまだ板剥がしてないよね。うんあれね当ててきますからねこいつ、うん。かなりやり込んどるやつなんですよ。こんなやつ相手にこういうめちゃめちゃ強い強ポジでキラーがチェイスするとあの私でもどうやろうな1分ぐらいかな。まあ、下手したら2分とか取られます。 まあ多分これワンパンまで間に合わないんで板を履かせることを目標にしましょうかままあ、あのーまあ、残り2台あってあのー、残ってるじじいも負傷状態なんでまあ今ちょっと追う時間あります本来ならこれ絶対追っちゃいけません他あのあと1人とか2人とか生き残ってるんやったらもう絶対この状況じゃ追っちゃいけませんこれもう回りきるんでちょっとでもまあ俺結構ワンパン攻撃外しちゃってるんで本来ならどうなのねもうちょっとうん 当てれてもいいねんけどまあでも目標やったら板に前使おすっていうのはクリアできたからよしとしましょう。でこいつはもう追いません。そろそろちょっとじじい見に行かな調子乗って回しおるんで。まあ残り2人やったらこんだけ発電機離れとっても大丈夫ですからね。うん。うん、ここ隠れよったね、強ポジで。じじいがね。 まあジジイがというか、このレプチン以外のやつがなんか危険な役を結構買って出てるみたいな感じで、だからあいつらは、先に死んでいったあいつらは決して下手やというわけじゃなくて、あのちゃんと釣り交換にも参加しとったでしょ、死んだやつらは。で、このあのジジイも一応参加してるし、だからあのこいつらはちゃんとあの全員で逃げることを考えとったはずなんですよね。でもこのレプチンは強ポジでしかチェイスをしたがらないんで、まあそれもまあ、 一つの体ではあんねんけど、それにしてもこいつはちょっと仲間のこと考えてなさすぎるっていうね。自分がカッコつけただけなんかな、京ポジで。で、ここも京ポジから京ポジが近いんですよ。で、これ、まやかしね、もう絶対読まれてます。でもこっちとしてはこれね、まやかすしかないんですよね。まやかさんかったところで、この京ポジで時間稼がれるだけなんで。で、あいつはまあそれを知っとるんやろうな。あいつは俺の3倍のプレイ時間あるからね、俺それを知らんわけがない。 だからレプチンはね、まあ知識とチェス力はすごいあるんやけど、あの賢いやつならもうちょっとね、前半で味方が生きてるうちに、えー、そういうやつであるからこそもうちょっとね、危険な動きをするべきやったと思うんですよね。まあどっちにしてもこの試合勝ちやからええけどな、ね。で、ここに、うん、今声も聞こえたし、おるね。まあ板は剥がしたんやけど、ここね、窓がね、すごい凶悪なんですよ。見といてね、これ。一応、まやかしは俺あんねんけど、多分 そう簡単にはいかないですよね。でまあ一応まやかします。こいつもそれ知っとるやろうけどもしゃあない。でもう一つ窓、俺見てこの生成、窓やばいでしょこれ。まやかしなかったらもっとひどいからね、これ。もっと時間かかってたからね。<laughs> でそれで終わりじゃないんですよ。これ見て、小屋がすぐ近くにあるんですよ。京ポジから京ポジからの距離がめちゃめちゃ近いんですよね、これ。それもこのマップの俺の嫌いなところで、ほんまに時間取られるんですよね。 まあでもね、俺は当然発電機を忘れたわけではないので、こうやって <laughs> たまにね、巡回してね、そろそろじじいダウンとってちょっと倍ぞり放置でイラつかしたろかね、あの配信者はさっきも言ったかもしれませんがね、あの、無駄に試合が長引くこと、すごく嫌がるんで、はい、なんでかわかる遠くで魔を持たされへんからや。ざ <laughs> まいらっしゃい。 でまじじいをパイズリ放置して、えー、レプチンが今それを、まあ、絶対救助には行くんですよあの。配信者ってね、かっこつけるんで、ガチ盛りで自分だけ逃げようとする配信者なんか多分、バッキオさんぐらいだと思うんですよね。<laughs> まあ、それがいいとは、いいか悪いか君らの判断に任せますが。うん、まあ、でも俺はそんな、あれですよ、うん。俺はもう絶対あの殺すからね、この。じじいは別にもどうでもええんやけど。 うん、これでまああのじじいがもう失血しそうになったら俺はもうまた担いで逃がしてとていうことを繰り返すんですそれされたらもうサバイバーは絶対にねもうほぼサバイバーは諦めるしかないですけどねまあ,あのこの試合の目標はま全滅ではなくてあのレプチン殺すことなんでね回復しとったんやね。うん ちょっと探しににくくはななるるるけどど別に時間なら腐るほどあるんでね、うん、でも彼らはどうですよ生き残ったサバイバーはこの最後のしんどいとされる時間これ、正気を保てるでしょうか無理だと思いますね。<laughs> あ,の <laughs> あの、このね、ほんまもうずっと探す時間、あのサバイバーもしんどいだけなんですよ。まあ、キラーもしんどいとされてるんですよ。でも私すごい楽しむんですよ、この時間。というのもね、私全然こういうの平気なんはね、あの前にも言いましたけどもね、 あのヘイロー・ウォーズ2っていう戦略ゲームを私やっておりまして、まあ、い一ちゃんやり込んでた時なんか世界ランク5位まで行くぐらいやってたんですけど、まあ戦略ゲーム。えー、まあ自分が指揮官になって軍を動かして戦わせるっていうゲームなんですけどもね、まあもう1試合2時間3時間行くのは当たり前です。あのー、で、私最長ね、14時間ぐらいやったことあるんですよ。14時間、信じられます最後ね、相手がね、しょんべん行ってる時間をね、見計らって勝つんですよ。<laughs> すごいでしょ、うん、あれこいつなんか軍しばらく固まってんなトイレタイムかな今攻せようかなみたいな感じで、うん、もうほんまそ,そのそそういう次元のゲームだからねもうこのデッドバイデイライトのねもう20分30分長いってされてますけどね私に言わせればね平ですそんなもんもう DVD のプレイヤーはね平和ボケしてるんですよほんまにもうなんか試合時間も短いしねあーこれ外すかな、うん、で中京、えー、ポジにまた逃げ込まれましたここの強ポジもここもやばいんですよねしかも板まだ残ってるしねこれていうかこいつさ なんでケチってんのこの後にをんでお前さもう終盤やでな <laughs> お前ジジイのためにももういたつかった時間稼ぎやマジでほんまにで今頃わーとかギャーとか言って大げさに騒いでんねやろな平凡な実況者らしく <laughs> だはー、うん、はいガッチョン あのさっきも言うたけど、あの、こいつ、板ケチる場面ちゃうからね、これ。ケチる、まあの前半お前、板吐きまくとって、何今更ケチり出してんの逆やで。前,前半もうちょっとお前、味方のためにさ、ケチるべきやったのに、お前、なんで今更、板ケチり出してんのな、ちょっと、間違えてるよ、君。 だからさっきはこいつしっかりロングチェイスを俺にかましたけど、あの上手いキレイなら分かると思うねこいつ前半は板使いまくってるし、あの危険な役目を味方にしっかり押し付けてるから、のこいつ決してええ動きしてるわけじゃないね試合全体で見たら、足引っ張ってるってほどではないけど、他のサバイバーと同じぐらいの仕事量しかしてへんからね、7000時間以上してるんやったら、もうちょっと危険な役目を自分がやるべきやったと思うけどね、私は。 でまあ、ジジーとのいたと強ポジチェイスでちょっと時間食いましたがまあ今どっかに隠れたけどこれで探せる距離をねうん降りましたはいでこいつをパイズリ放置でレプチンを絶対に殺すっていう3段ね <laughs> まあ放置時間放置できる時間がもうあんまりないんでちょっと探して戻ってきます 多分ねね隠れて見つからんと思うよ、ね、すぐにはだからこのじじいをですねまたあのつまんででわざと逃がしてっていうことをしてるとこいつは確実にこのレプチンは確実にもうその俺の意思が伝わるんで <laughs> あ絶対殺す気やっていう絶対自分だけを殺す気やっていうレプチンにその意思が伝わるはずなんで、はい、楽しみですね。 まあ案の定短い時間ではちょっとレプチン探せませんでしたねまあでもジジイがここにおるんでこいつをだからさっき言ったようにつまんでですねもう逃げてもらいますジジイが死なんってことはレプチン探す時間が生まれるんで、はい、<laughs> あのこれ無限に探せるからね、うん、あのこのマップはね正直もうしゃがんだらほんまに見つからんのよまあでもめっちゃ広いマップではないしまあいずれずって見つかりますこれ、うん、俺はほんまもう もうほんま14時間ぐらいまでやったら全然やれるんで、これ1試合で。まあでもせっかく動画やからなこ、こっからちょっとカットしようかな。これ多分クソ長い試合になると思うから。うん、俺はもう何が何でもあのバカチンを殺すんで。いやー長い試合ですね。30分はまだ経ってないにしろ、多分それに近いですよね。まあ私まだまだいけますよ。はい。で、私がさっき蹴った発電機、これあれまだ交代したままですね。あれおかしいな、絶対この辺におんねんけどな。あえて触ってへんだけやろ、お前どうせな。俺が3度待ってんねやろ。 交代したママにしようそうすればいないってことが分かるからほら戻ってったでしょここは一旦触らずに交代しるところを見せるとそうすればまた戻るからと思ったら来たービンゴー有名なだけの凡人が俺を欺ざけると思うなよ小坂し 飛んで火にいるアホのレプチンとはこのことですわさあお前今日ポジから離れたけど何秒持つんやろうなここはそんなに強くないぞはいさようならえー出ました世界新記録3秒3秒です3秒3秒です <laughs> 実際何秒やった今俺基本はあのプレイしながら声も一緒に撮ってるからちょっとあの何秒かまではわからないけどもうちょっと長かったかなまあ5秒6秒ぐらい終わったんかなうんよう頑張ったはいお疲れ はいお疲れ様でしたまああのー、特に中盤はねちょっとあのぽこちんのロングチェイスに付きあってねちょっと花を持たせるような形になっちゃいましたがねまあしっかりと殺したんでまあよしとしましょう。 ま,あまた皆さんね、こいつやっちまってほしいですよいうやつがおったらね、ちょっとまあコメント欄に残しておいてください。まあ絶対殺せるとは限らんけどね、このゲームやっぱりいつも言ってるけどね、どうしてもめちゃめちゃうまいキラーが100点満点の動きしようが、絶対勝たれへん試合っていうのが結構あるんです。だからまあその辺だけご理解いただけたらなと思います。というわけで皆さんお疲れ様でした。あ、あとおじいちゃんは無事に特案に帰りました。ほな。めちゃめちゃだるいキラーでしたね。わざわざジジいを。 じじいを担いで下ろすという。